久保さん、伝説の3000回ですね。セールスビデオ。いや、僕、セールスビデオ3000回回したことないですけどね。あれは震えましたけどね。あの、<laughs> 工学塾の売り込みがありますみたいなね。あれはちょっと僕もすごい結果出したなとは思うんですけど。まあね、あのー、もしね、あの時の状態が続いてたら、FX オり返る日も相当売れてたでしょうね。 5億ぐらいいったんじゃないですか <laughs> もしかしたら <laughs>。5億ぐらい <laughs>。あれは僕はすごいなと思いましたね。だってあの時確か1億ぐらいだったと思うんですけど。着金ベースで1000万ぐらいかな。まあ、久保さんのところはね、後払い制というかね、30年ローンみたいな感じですから。まあ、それにしてもまあすごかったですね。うん。まああのー、僕自身も、なんすか、まあ、過去を振り返ると、 まあ、よくやってきたなって。今昔と今僕、大した変わってないので、久保さんみたいに跳ねたことがないんですよ、僕。羨ましいなと思って。一度でも跳ねたことあるじゃないですか。僕、一度もセールスビデオ3000回回したことないですね。<laughs> この7年。まあ、久保さんより動画僕、ね、このチャンネルアップしてますけど、一度たりともセールスビデオ3000回なんてないですね。いや、もしそれぐらい僕言ったら結構僕も売れる自信ありますけどね。<laughs> まあまあ、ちょっとはね。うーん。 何すかねあのまあそのうちもしかしたらまあラッキーパンチで僕もあるのか分かんないですけどでも大切なことはまあ僕が意識してるのは変わんないんですよ変わんないんだけどあのずっとやってるんで本当にねあのビビたる数ですけど新規はやっぱちょいちょい来るんですようんこれはありがたいなと思いますこの前もお問い合わせであのなんか新規の、ね、方でなんか栄養管理士やってるっていう人が来て で僕の商品まだ一度も買ってないですよ。だから、なんか動画なんか見てくれて知ったんですかね。お問い合わせ来たんですけど。ずっとやってるとちょいちょいあの僕あの新規来るんで、まあその新規さんにピンポイントで商品売ったりとかするので、まあなんとかやってますね。うん。で、まあ今日からまた、だからなんですかね、あの、再生数大して変わらないんだけど、日々なんか色々いろいろ新しいことやるので、今日もやりますけど、今日からですか。 今日からあの新しい番組ですね。ポッドキャストやるんで。でおきあの、メルマガ読者さんにお金配りますよみたいなね。でもこれができるのも少ないからなんですよね。だから少ないからより濃いなんかそういう企画ができるんですよ。これがやっぱね、あのその企画に例えば1000人以上応募が来ました。無料企画にそのね、1000人以上来ましたって言ったら、そのリスナーさんの声をこうポッドキャストでこう読み上げるのに、 1000人目の人って3年後ですよね。自分がリクエストして3年後読み上げられるみたいな。お <laughs> 前忘れてんじゃないかみたいな。自分がリクエストしたことすら忘れてんじゃないかなっていう話で。僕の、あの、これはまあ予測ですけど、まあ来ても多分40、50、まあ来ても50かなっていう。で、大体30ぐらいかなと予測してるんですよ。まあ今日の22時から案内するんで、まあ具体的な数字はまだわかんないですけど。 多分まあ30ぐらいかなと思うんですよ。で、行って50。だから30ぐらいだと1ヶ月で回せるんですよね。うん。で、あとはまあ徐々に多分おと、あの、リクエスト減っていくので、で、そうすると毎回リクエストくする、来る人に対しては濃くできるし。うん。だからな、なんすかね、少ないなら少ないなりのその戦略というか、あをやればいいだけなんで。 まあもちろん僕も最近は何ですかね、新しい試みとしては、まあショート動画もちょいちょいやってね、アクセス集めるとかやってますけど、うん、でもショート動画から商品売るのは結構難しいんで、まあ何ですかね、本当になんかごくわずかな数パーセントすね、を取りに行くっていうだけで、やっぱメインの動画がある程度見られてないと商品を売るのは難しいですからね。うん、まあそこら辺はまあこれからちょっと試行錯誤してやっていこうかなとは思いますけど、うん。 公、まあ、演は僕知らないですけどね配信になったっていう、まあ、やるべきことをやるだけですね僕ははい行ってらっしゃい。